暑い季節におすすめの痩せる飲み物最強のトップ3をご紹介します。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。突然ですが質問です。暑い季節汗をたくさんかくから痩せるなんて思っていませんか？それは間違い。体温調節のための汗は残念ながら脂肪燃焼にはなりません。しかも汗をかくことでビタミンやミネラルが出ていくので、実は夏太りといって太りやすい体質になるんです。また暑くてついつい食事もそうめんや冷や麦などで簡単に済ませちゃうなんてことないですか？ここだけの話、飲み物って食べ物よりも吸収率が高いので、その分ダイエット効果が早く出やすいんです。そこで今回の動画では暑い季節におすすめの痩せる飲み物3つをランキング形式でご紹介します。特に最後がすごい飲み物なのでお楽しみに。この動画を最後まで見ていただくと、痩せる飲み物とさらにダイエット効果を爆上げする簡単アレンジレシピで美味しく飲みながら健康で綺麗に痩せることができるので、ぜひ最後までご覧くださいね。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速、暑い季節におすすめの痩せる飲み物トップ3を第3位からお伝えします。暑い季節におすすめの痩せる飲み物第3位はモリンガ茶です。奇跡の木と呼ばれるモリンガはビタミン、ミネラル、食物繊維、必須アミノ酸、ギャバなどのアミノ酸やポリフェノールなど、実に90種以上の栄養素を含むスーパーフードです。そこでモリンガ茶の特にすごいダイエット効果を3つ、さらにその効果を高めるための飲み方注意点を詳しくお伝えしていきます。では早速モリンガ茶のダイエット効果1つ目、便秘改善です。過去の私もそうだったんですけど、便秘のままだといつまで経っても痩せることはできません。便秘で腸内環境が乱れると悪玉菌が増えて肥満ホルモンが分泌されるからです。そこで頼りになるのがモリンガ茶の食物繊維です。便の排出を促すのは水溶性食物繊維なんですけど、モリンガには特に豊富に含まれています。普段なかなか野菜が食べれない、いつもお腹が張ってつらいなんて方には特におすすめです。モリンガ茶のダイエット効果2つ目、豊富なタンパク質。よくダイエットは高タンパク低カロリーと言われますが、その理由をご存知ですか？まずタンパク質不足だと筋肉が落ちます。すると代謝が落ちて脂肪を燃焼できなくなるんです。逆にしっかりタンパク質を摂取すれば筋肉の分解を抑えて、その結果筋肉量の低下を抑えることができます。実はモリンガの3分の1以上がタンパク質なんです。プロテインだとカロリーが気になっていたなんて方には特におすすめです。モリンガ茶のダイエット効果3つ目、代謝アップ。突然ですが質問です。現代人の肥満の原因って何かご存知ですか？3秒間考えてみてくださいね。いかがですか？答えは酸化ストレスです。酸化ストレスとは体内に取り入れた酸素のうち消費しきれなかった分が活性酸素に変わって血管や細胞を酸化させる現象のことです。すると内側から体を傷つけて代謝を低下させます。実はこれが肥満の原因になっているんです。現代社会では不規則な生活や添加物によって現代人の体は以前より酸化が進んでいます。この活性酸素の働きを抑えるのが抗酸化物質です。そこでモリンガの出番です。モリンガはビタミン、ミネラル、ポリフェノールをはじめとする抗酸化物質を多く含んでいます。なので例えば日頃から外食やスーパーのお惣菜が多くってなかなか手作りができないなんて方には特におすすめです。ここまでモリンガ茶のダイエット効果をお伝えしました。そしてここからはさらにその効果を高めるための飲み方注意点を詳しくお伝えしますね。まずはモリンガ茶の痩せる飲み方です。私のおすすめはきな粉を大さじ1入れて飲むきな粉モリンガ茶です。モリンガ茶ときな粉を掛け合わせることでダイエット効果がアップします。モリンガに含まれている食物繊維にはお腹を膨らませる効果があるので満腹感がアップします。そこに加えてきな粉の食物繊維が朝食後の血糖値の上昇を抑えるだけでなく、きな粉の良質な植物性のタンパク質でセカンドミール効果により昼食や夕食の食後の血糖値の上昇も抑える効果がアップします。なので例えば朝忙しくて時間がないなんて時は朝食の置き換えとしてもおすすめです。最後に注意点ですが、モリンガ茶は飲みすぎると胃のムカつきや下痢などを引き起こす場合があります。1日あたりホットで1から2
2杯までがおすすめです。では次に暑い季節におすすめの痩せる飲み物第2位はシナモンティーです。シナモンパウダーは使っているけどシナモンティーは飲んだことがないという方も多いかもしれませんね。そこで今からシナモンティーのダイエット効果を3つ、さらにその効果を高めるための飲み方注意点を詳しくお伝えしますね。では早速シナモンティーのダイエット効果1つ目、脂肪の蓄積を抑える。もうこれ以上脂肪を溜め込みたくないって思いませんか？そのためにはいかに食後の血糖値の急上昇を防ぐことができるかどうかなんですね。そこでシナモンティーの出番です。シナモンには血糖値の上昇を抑える効果があります。なのでまずはこれ以上脂肪を溜め込まないようにしていきましょう。シナモンティーのダイエット効果2つ目、脂肪燃焼効果。先ほどの脂肪の蓄積を抑えるだけでなく脂肪を燃やす力もあるのがシナモンのすごいところ。なぜかというとシナモンに含まれるシナムアルデヒドという香り成分が血行を促進するからです。すると内臓の動きが良くなって結果代謝がアップ、脂肪が燃えやすくなるというわけです。具体的には悪玉コレステロールを減らし内臓脂肪、中性脂肪の分解を促してくれます。1日も早く溜め込んだ脂肪を燃やしていきましょう。シナモンティーのダイエット効果3つ目、むくみ改善効果。シナモンに含まれるカリウムには利尿作用があります。すると体内の老廃物の排出がスムーズになってむくみ改善につながります。体重が落ちてもむくみがひどくって見た目が全然すっきり見えないなんて方には特におすすめです。ここまでシナモンティーのダイエット効果をお伝えしました。ではここからさらにその効果を高めるための飲み方注意点を詳しくお伝えしていきます。まずシナモンティーの痩せる飲み方は寝る30分前に飲むです。基本的にいつ飲んでもダイエット効果は得られるんですが、特に夜に摂取するのがおすすめです。主な理由は2つあります。1つ目はシナモンの香りには安眠効果があるから。もう暑くて毎晩寝苦しい、翌朝すっきり起きれないなんてことないですか？良質な睡眠はダイエットに不可欠ですよね。2つ目は睡眠中に成長ホルモンが分泌されるから。成長ホルモンには脂肪を分解したり肌や髪のターンオーバーを促す作用があります。寝る30分前にシナモンを摂取すると成長ホルモンの働きが活性化しやすくなります。髪も肌もツヤツヤになって痩せるなんて最高ですよね。そこでおすすめなのが生姜シナモンティーです。こちらのシナモンティーに生姜パウダーを適量振りかけて完成です。シナモンの血行促進効果に加えて生姜の辛味成分が酸素消費量を増加させるので体内の脂肪の燃焼を加速させます。このダブル効果でクーラーや冷たい飲み物で冷えた体をしっかりしっかり温めて代謝を爆上げしていきましょうね。最後に注意点ですが、シナモンは過剰摂取すると肝機能障害などの副作用の恐れがあります。摂取量には注意してくださいね。1日1杯ホットで飲むくらいがちょうどいいです。では最後に暑い季節におすすめの痩せる飲み物第1位はサラシア茶です。サラシア茶って何？と思いませんでしたか？あんまり馴染みがないかもしれませんね。サラシアはインドやスリランカなど南アジア地域に分布する植物で、昔から民間療法として糖尿病の治療などに用いられてきました。そんなサラシアは日本ではサプリメントが多いんですけど、私は無添加のお茶をおすすめします。今からサラシア茶のダイエット効果を3つ、さらにその効果を高めるための飲み方注意点を詳しくお伝えしていくので最後までご覧くださいね。では早速サラシア茶のダイエット効果1つ目、脂肪の蓄積を抑える。サラシアの成分サラシノールが食後血糖値の上昇を抑えてくれるので脂肪を溜め込みにくくしてくれます。最近血糖値が気になるなんて方には特におすすめです。次にサラシア茶のダイエット効果2つ目、腸内環境が整う。腸内環境を改善するといえばヨーグルトなどのビフィズス菌が思い浮かぶと思いますが、サラシアはビフィズス菌に比べて5から10倍もの優れた腸内環境改善作用があるんです。例えばサラシアを1週間摂取することで代表的な善玉菌であるビフィズス菌が約4倍に増加し、代表的な悪玉菌であるクロストリジウムが約4分の1まで減少していることが富士フイルムの実験で実証されています。なので便秘の方にも特におすすめです。最後にサラシア茶のダイエット効果3つ目、免疫力アップ。昔と比べてこんなに暑い日が続くと夏バテや熱中症など体調を崩している方も多いですよね。すると本来持っている体の機能がうまく働かないので代謝が下がって太ります。サラシアを摂取することで腸内フローラのバランスが整って
それによって免疫力が適切に調整されるという研究結果が出ています。これは感染症予防にもつながるんです。サラシア茶を飲んで暑さに負けない強い体を作って代謝を上げていきましょう。ここまでサラシア茶のダイエット効果をお伝えしました。ではここからさらにその効果を高めるための飲み方注意点を詳しくお伝えしていきますね。サラシア茶の原料は木の根なので風味が独特、正直言って私は最初飲んだ時まずいって思ったんですけど、あるお茶とブレンドして飲むと美味しくってさらにダイエット効果がアップするので、それはルイボスティーと半々で割って飲むサラシアルイボスティーです。サラシアのダイエット効果に加えてルイボスティーのミネラルや抗酸化作用を持つポリフェノールの効果で抗酸化作用がアップします。すると代謝が上がってダイエット効果が倍増します。最後に注意点ですが、飲みすぎると下痢のような症状が出る場合があります。また血糖値を下げる薬を飲んでいる場合、サラシアと併用することで低血糖を起こす可能性があります。薬の種類によりますので気になる方は主治医に相談してくださいね。なのでサラシア茶は食事の前に1日1杯を目安にホットで飲んでくださいね。今回ご紹介した暑い季節におすすめの野生飲み物3つはカルディで見つけました。他にもお近くのスーパーやお店にもあると思いますのでチェックしてみてくださいね。今回お伝えした飲み物だけで痩せるのではなく、腸内環境を整えるバランスの良い食事が取れていることが大前提ですが、普段の水分をダイエット効果の高いものに変えるだけでさらに痩せやすくなります。また冷たい飲み物を飲むと内臓が冷えて代謝が下がって太ります。なのでホットで飲んで内臓を温めてあげましょう。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。暑い季節におすすめの野生飲み物トップ3は1モリンガ茶、2シナモンティー、3サラシア茶でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。